イメージセンサの画素上に配置されたベイヤー配列のカラーフィルターセンサー上の各色の受光パターンベイヤーフィルターはカラーフィルターの色パターンの配置法の一つであるベイヤー配置によって色が配置されたフィルターである個体撮像素子など撮影側での採用が多いがカラーディスプレイでの利用例もある一般的なディスプレイに多い RGB パターンと違い緑青 赤がそれぞれに1、1の比率で含まれていることから RGBG、GRGB GR、または RGGB などと呼ばれることもある。ベイヤーの名称はイーストマンコダック社所属であった発明者、ブライス・バイヤーの名にちなむ。バイヤーはディザリングで使われるパターンの名称でも有名である。元の画像ベイヤーフィルターで120、80ピクセルに 分解された画像ベイヤー色フィルターで色付けされた画像欠落した色情報などを補って最終的に得られた画像1976年に出願されたブライス・バイヤーの特許では軌道に敏感な波長である緑の光素子と色差に敏感な波長である赤と青の素子が組み合わされている人間の目の生理的特性を模倣するためバイヤーは緑用の素子を赤 青の2倍使用した。人間の網膜は M 型、L 型衰退細胞の組み合わせで起を認知するが、これらは日中の視界では緑色の光の波長に最も敏感である。これらセンサー素子の個々の画素から得られた値は保管されるなどの処理を経て、最終的にはピクセルで構成された画像を得る。バイヤーは特許を登録する際にシアンマゼンタイエローといった捕食の 色フィルター組み合わせも提案している。この構成は当時は実現に必要な染料が存在しなかったため実用化されなかったが近年では数例のデジタルカメラで採用されている。新たな組み線染料の大きな利点は光吸収特性が大幅に改善されるということである。すなわち量子効率が高くなる。ベイヤーフィルターを使用したカメラから出力される。 無加工形式のデータはベイヤー配列通りの画像となる。各画素センサーにはフィルター越しに赤、緑、青の光の3原色のうちどれか一色の情報のみが記録されるため、各画素からのデータには赤、緑、青の各地は完全には含まれていない。フルカラー画像を得るには様々な種類のデモザイク処理を行ってピクセルごとの赤、緑、 青の各地を保管する。ある画素の値を推定するためには、各色ごとに対応する周辺の画素の値を利用する画像処理手法を用いる。画像処理手法の違いによって、最終的に得られる画像の生成品質や演算速度は影響を受ける。これは、カメラ内部で完結する JPEG や TIFF 画像の生成処理、 またはセンサーから直接得られる RAW データをカメラ外部で処理する際について言えることである。デモザイク処理は様々な方法で行うことができる。簡単な方法としては近くにある同じ色を担当する画素のカラーチで保管するやり方がある。例えば一旦画像を録音して各画像を読み込む。緑のフィルターが貼られた画素は緑の光を観測できる。 この画素における赤と青のデータは近隣の画素データから保管される。緑の画素一つに対する赤、青のデータは近くにあるそれぞれの色担当の画素二つ分で保管される。このシンプルな手法は一定の色や滑らかなグラデーションの領域であればうまくいくがシャープなエッジに沿って目立つ色や明るさの急激な変化がある領域では色の滲みなどの不自然さが発生する。 可能性がある。このため、他のデモザイク方法では、高コントラストのエッジを識別し、またガスに保管するなどの手法を取る。他のアルゴリズムでは、見い色の各色が高度に対応付けされているように、明るさが変化しても画像内の領域の色は、比較的一定であるという仮定に基づいている。したがって、まず最初に三原色のうち緑の画像情報が、保管され、ついで赤。 そして青の画素情報が保管される。これ以外に赤と緑、青と緑それぞれの色の比率が一定となるように画像内容についての異なる仮定を行い、欠けている色の数値を推測する方法がある。デジタルセンサーの解像度の限界に近い繊細な表現を持つ画像はデモザイク処理の際のアルゴリズムの関係で被写体の表現を正しく再現しきれない結果が 生成されることがある。典型的な症状としては、繰り返しパターンにおける、モアレの発生や、色、ピクセル表現での迷路のような文様の発生が、挙げられる。よく知られており、望ましくない現象としては、色フィルタ群からデモザイク処理を行う際に発生する、偽色が典型である。この典型的な現象は、色が急激に、または電線などが横切る画像において、 エッジに伴う色の不自然な変化として現れる。偽色の発生の防止や除去には様々な方法が存在する。最終画像の生成の前、デモザイク処理の際に色相繊維の滑らかな保管が行われることで偽色の発生が防止される。また、デモザイク後に偽色を除去することができる他のアルゴリズムもある。これらは赤と青の色空間を保管するためのより強固な デモザイク処理アルゴリズムを使用することで画像の偽色を除去する利点がある。仮にすべての画素で色を完全に捉えることのできる理論的に完璧なセンサーであってもモアレや他の不自然な画像現象の発生はゼロにはできない。これは資料に理算的な中での連続信号が含まれるシステムにおいては避けられない結果である。この理由から 事実上大半のデジタルセンサーは、高額、ローパスフィルタ、またはアンチエリアシングフィルタを組み込んでいる。これは、センサーの直前に接する薄い層で、センサーの分解能よりも細かく人気の潜在的な問題の発生を詳細をぼかすことで、効果的に動作する。3つの新たな、コダック RGBW フィルタパターンベイヤーフィルタは、 大半の普及価格帯デジタルカメラで採用されている。他には、シグムフィルター及びジブフィルターや、3ccd 方式は、デモザイク処理を必要としない。初期の RGBW フィルターパターン2007年6月14日に、イーストマンコダックは、ベイヤーフィルターの代替技術を発表した。光センサのカラーフィルターパターンにあたる、光の量を多く集めるために、パンクロマチック、 セルと呼ばれる部品を用いることで、可視光のすべての波長への感度を高め、デジタルカメラ内の画像センサの光に対する感度を増加させるというものである。コダックはいくつかのパターンを提示したが、ベイヤー配列では見られるに2に単位の小さい、繰り返し単位が含まれない。エドワード・ティーちゃんが2007年にアメリカで出願した特許は、赤、青、緑と透明の、 各画素で構成される画素の2にブロックを含むパターンを有するものである。全体的に高い赤外線感度を含むものだが、コダックの特許出願が先だった。このようなセルは、熊井は RGBW とされていたが、コダックはそれらと新しいフィルタパターンと比較していない。EXR センサー。 富士フ,フィルムの EXR カラーフィルター例は CCD と CMOS の両方が制作されている。スパーキュードと同様、フィルターは45度回転した配置である。ベアフィルターの設計とは異なり、同じ色を検出する2つの隣接する受光素子が常にある。この配列の設計の主な理由は、隣接する2つの受光素子の情報を統合することで、 見かけの受光感度が向上するビニングと呼ばれる手法を用いていることである。他の理由としては2種類の異なる露光をセンサーで記録し、それを統合することでさらに大きいダイナミックレンジの画像を生成できることが挙げられる。下層部の回路はセンサの交互の列から自分の情報を取るにの読み出しチャンネルを有する。結果的に受光素子の 各半分のための異なる露光時間で、二つの交互のセンサーのように振る舞うことができるということである。これらの受光素子の半分は意図的に露出不足することが可能である。このため、露出上面での明るい領域をすべて取り込むことができる。この放置されたハイライト情報は、色情報を受け持つ受光素子との狭い間隔を利用し、完全な露出を記録しているセンサーの他の、 半分からの出力とミックスすることができる。X トランスセンサーで使用される66の繰り返し、グリッドパターン、富士フィルム X シリーズのカメラの多くで採用されている X トランスーモスセンサーは、ベイヤーフィルターよりも色もあれに対する良好な体性を提供するための要求から開発されたもので、ローパスフィルターを必要としない。これにより、 同じメガピクセル数のセンサーでより高い解像度が得られる。また新しい画素デザインは赤、青、緑の画素の各配列の工夫により、異色の発生を低減すると主張されている。これらの画素の疑似ランダム配列は、フィルムカメラ等の粒情勢の再現ももたらすとされる。ありがとうございます。